はい、始まりました、 IG チャンネル。今日はですね、子供たちも学校にそれぞれ行きまして、ちょっとこう一息ついたところで、すごくハッピーな出来事があったなと思って、これもね、LINE ブログの方にちょっとこう書かせていただいた出来事なんですけど、ちょっとね、お仕事があって、でそれで帰りのね、電車の中でたまたま立っていたんですね。で結構乗車率も高めだったので、普通にこう立っていて、でそれでこうやってガタ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 ンっていう風にしてたんですけど、そしたら次の駅にパーって開いて、でそこからこう入ってこられた、乗車されたお客様の中に、抱っこ紐をねして入ってきたお母さんがいたんです。ちょっとこう乗っていて、少し電車が揺られているので、お母さんもこうやって、その電車の中で揺られながらこう過ごしていたんですけど、そしたらね、一人の女性の方が立ち上がって、よかったら席いかがですか、どうぞっていう風に声をかけてたんですよ。そしたらそのお母さんが、ありがとうございます、大丈夫ですっていう風に、なんかそういうやり取りがあったんです。でなんかこれまでも結構そういうのって皆さんの日々のこう日常の中でも訪れませんか？なんかね、そういう時ってやっぱり本当になんかこう心が温かくなるし、で自分自身やっぱりこう座っていたとしてね、やっぱ目の前に例えば妊婦さんだったりとか、それこそ小さなお子さんを抱えられている方、もしくはお年寄りの方とか、ちょっとこう助けが必要だなとかっていう方々って、やっぱりこう本当に皆さんいるわけであって、でそういうところで例えば自分がそういう立場というか局面になった時に、やっぱりこう声がかけられるかかけられないかっていうのって、いろいろとこう考えさせられる場面ってあるじゃないですか。で私も、このタイミングの時にきちんとお声掛けすればよかったなっていう風に反省する時もあれば、それより前に進んで声をかけて手を差し伸べてくださる方も中にはやっぱりいて、そこでこう気持ちがこう温かくなったり、周りが温かくなったりこうするじゃないですか。でね、なんかそういう光景が実はね、この間訪れたんですね。その電車に乗っていて、でそういうやり取りの中で、そのきっとお母さんはありがとうございます、大丈夫ですっていうふうにお断りをした、多分背景っていうのは、おそらくこう赤ちゃんをね、きっと抱っこでこう抱っこ紐で抱えていて、私も経験があるんですけど、ちょっとこう本当にこう座った時に赤ちゃんが少しこう立ち上がりたくなる時期ってあるんですね。捕まり立ちとかってよくあるんですけど、その立ち上がりたいなっていうタイミングで、もしこう座ってしまったとしたら、そのこう抱っこしてるのにこうジャンプしたりとかね、こうね、足をやっぱりこうするんですね。でこの足をこうする感じが、もしかしたら他の隣のお客様とかに迷惑をかけてしまうかもしれないなとかっていう、お母さんのきっといろんな配慮が多分こう頭の中こう巡らせたんじゃないのかなっていうふうに思って、これはちょっとこう立っていた方がお母さんの気持ち的にもそうだし、赤ちゃんの気持ち的にも落ち着くんじゃないかなってっていうような感じで、きっとお断りをしたんじゃないのかなっていうのが、なんかとっさ的にいろんなこう妄想というか想像の中でね、いろいろこう思っていて、でもそのなんか雰囲気というか、その場の雰囲気が一気にこうね、ふわーって温かい空気になったんですね。で、すごい素敵だなっていうふうに思ってたんですけど、そしたらね、なんかね、赤ちゃんと私すごい一瞬目がすごい合ったんですよ、バチーンって。でその赤ちゃんが振り向いた時にものすごく可愛くて、でうわ可愛いなと、自分のね、私の子供もなんかもう18年ぐらい前もこういう感じだったし、本当もう4年前もね、こういう感じだったし、もう本当にもうこの時この瞬間が本当大変なんだけれども、でも本当に愛おしい時間だし、すごく可愛いなっていう風に思っていて、で赤ちゃんがね、すごくたくのない可愛いくしゃーっとした顔して、ほわほわほわっとしてたので、なんかもう目が合ってる時にね、可愛いとかっていう風に私もこうマスク越しにしてたわけですよ。そしたらね、お母さんと目が合って、こうなんか軽くこうやって会釈みたいな感じになったので、何ヶ月ですかっていう風にお声掛けをしたら、8ヶ月ですっていう風に返ってきて、可愛いですねみたいな、私の子供もね、ほんとちっちゃい時があったからすごい可愛いなと思って思い出してましたとかっていうお話をして、なんかちょっと終始談笑をしていて、そしたらね、赤ちゃんがその私の隣にいた男性に、大学生ぐらいの多分男性だと思うんですけど、男性に目があって、でその男性もなんかそのやっぱり赤ちゃんのその雰囲気がなんかすごい伝わったみたいで、なんかね、
男性もマスク越しだけどなんかこうとか言ってて、なんか小さくね、なんか手を振っている姿がなんかまたこれまたあったかくって、なんか電車の中のなんかほんと一瞬の出来事だったんだけど、やっぱり全部なんかこう幸せを持っていくというか、あ、なんか捨てたもんじゃないなみたいなのをなんかその時すごくじんわりと感じて、赤ちゃんとね、そのお母さんはあの次の駅までというか行かれて、で私はあの停車駅のところでちょっとこう降りていったんですけど、そしたらね、男性もたまたま同じ偶然同じ駅で降りていって、で降りていってからなんか上りのエスカレーターかどこかでね、あのその男性と目があって、なんかみたいな感じで、なんか可愛かったですねみたいな感じで、ちょっと私もお声かけをなんかこうついポロッとしたくなっちゃったんだけど、もうなんかもうみたいな感じの、なんかその一瞬のなんかこう出会いというか出来事が、あ、なんかこんなにもなんかこう人を温かくしてくれて優しくしてくれてなんか解きほぐしてくれるんだなっていうのも、なんかすんごくその一瞬の中でなんか感じたなと思って、でまたその方も別に本当にこう知っている方でなければ、もしかしたらなんか本当にこの先出会うかもしれないし、すれ違うかもしれないし、すれ違うだけかもしれないし、でもそれってなんか本当に実は気づかないところで、なんかいろんな出来事がこう重なっているんだなっていうのを、なんかこうね、改めて実感をしたというか、なんか本当に暖かくなったんですよね。なので、まあ、本当にまだまだ本当こう寒いシーズンですけど、なんか心までこんなにこう温かくしてくれる大切なというか優しい出来事があったんだなっていうのも、皆さんになんかこうちょっとシェアをしたくて、やっぱりハッピーなことってなんかすごくこう伝わっていくような気がするんですよ。なんかすごいこんなんなっちゃったけどなので、なんか皆さんもぜひぜひ、なんかこういうことあったよとか、なんかこんななんかラッキーなことあったんだみたいなのがあったら、ぜひぜひコメント欄にください。そう、最近ね、あの YouTube のコメント欄で結構コメントをたくさんいただけるようになったんで、これまた本当に嬉しくって、まあ、地元に帰った時のあの映像とかもそうでしたけど、あ、なんかいちいちゃんこの時船橋いたんですね、ランニング僕こうしてたんですよとかっていう、なんか偶然とかもやっぱり嬉しいじゃないですか。なので、なんかそういうコミュニティの輪もどんどん増やしていきたいし、なんか本当に皆さんなんかこういうことやってねとか、まあ、こういうことしてほしいとかっていうのでもいいですし、こんなことあったよとかっていう日常のなんかこう情報も皆さんと一緒に共有できたらなっていうふうに思います。ということで、ちょっと早口で喋ってしまいましたが、今日のいちいチャンネルは、なんかすごい幸せなことがあったよっていうことをちょっとシェアしたかったというお話でした。ということで、またねー。